ブレイディクイーンは、アメリカ合衆国オハイオ州コロンバス出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは q b オハイオ州ダブリンにある高校に進学した。彼は2年時の2001年に2200ヤードを獲得、22本のタッチダウンパス、インターセプト15回の数字を残した。チームは9勝4敗で州のディビジョンアイプレイオフの準決勝まで進んだ。 三年時の2002年には2149ヤードを獲得25本のタッチダウンパスに対してインターセプトはわずか4回であった。また108ヤードを自身で走り6つのタッチダウンも上げている。チームは8勝3敗でテキサス州サンアントニオで行われた US アーミーオールアメリカンボールに出場した。彼は同時に野球でも非凡のものを見せた。 ノートルダム大学時代には36個の大学記録を作った。2005年にニューイングランドペイトリオッツのオフェンスコーディネーターを務めていたチャーリー・ワイズがヘッドコーチに就任するとタッチダウンパスは2004年の17回から32回とほぼ倍増した。この年、ハイズマン賞の投票でもレジー・ブッシュ、ビンス・ヤング、マット・ライナートに次いで4番目の得票を得た。 また AP 通信が選ぶオールアメリカンとしてもサードチームのクォーターバックに選ばれた。またカレッジフットボールのトップパサーに与えられるサミーボ帽賞を受賞した。2006年8月22日に発売されたスポーツイラストレーテッドのカレッジフットボールの特集号ではチームメイトと共にカバーを飾ったがチームの評価はシーズン前には全米2位であった。 9月16日に、ミシガン大学に21の47、11月25日に、USC に24から44で敗れた。2敗したもののノートルダム大学は、全米11位でシーズンを終え、彼はパス功、達成効率61.9%で3426ヤードを獲得、タッチダウンパス37回に対してインターセプトは、わずか7回であった。 QB レーティングは146.65であり、全米18位の数字であった。2007年1月3日に行われた、シュガーボールで、ルイジアナ州立大学と対戦した。相手校の強力なディフェンスの前に彼は148ヤードしか、パスで獲得できなかった。前半彼は2本のタッチダウンパスを通したが後半、ノートルダム大学は、 無得点に終わり試合は14から41で終わった。2006年終了後、彼は、ジョニー・ユナイタス・ゴールデン・アーム賞、マックスウェル賞を受賞した。ハイズマン賞の投票では、トロイ・スミス、ダレン・マクファッデンに次ぐ3位の得票を得た。また AP 通信が選ぶオールアメリカンの、セカンドチームに選ばれた。 4年間で46試合に先発出場し、29勝を上げ NCWA ディビジョン I の歴代10位となる、パス獲得ヤード、9位となる、タッチダウンパス回数、7位となるパスしなげなどの、成績を残した。2007年の NFL ドラフトで、クリーブランドブラウンズに1巡目全体22番目で、指名されて入団した。当初ドラフトのトップ後、 トップ10以内に指名されると予想されていた。クイーンの代理人はチームに対してドラフトのトップ10で指名された選手と同等の契約を結ぶよう主張し彼の契約は大幅に遅れ5年間で2000万ドルの巨額の契約を勝ち取ったがトレーニングキャンプをホールドアウトした彼に先発 QB のザを得るチャンスは失われた。メディアはそれに驚いたが彼自身は 自分が生まれた地元オハイオ州のチームであるブラウンズに入団できたことを喜んだ。同年9月11日にチャーリー・フライがシアトル・シー・ホークスにドラフト6巡目指名権と引き換えで移籍し、彼はデレック・アンダーソンに次ぐチームのセカンド QB となった。入団後、トレーニングキャンプを欠席した彼に試合出場の機会はなかなか回ってこず、1年目の2007年は、 アンダーソンの控えとして、シーズンを過ごし、第17週のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦に1試合だけ、手首と小指を痛めたアンダーソンに代わって、途中出場を果たし、8本のパスを投げて3本を成功させた。2008年のドラフト前に、チームがアンダーソンを放出して、ドラフト1巡目指名権を獲得しようとしていると、報道されたがチームは、 アンダーソンと再契約を果たした。2008年、エース q b のデレック・アンダーソンが調子を落としたため、11月6日に行われた第10週のデンバーブロンコス戦で、初先発し試合は30対34で負けたが、地元オハイオ州出身の彼の登場によりファンは、喜んだ。しかし、次週の対バッファロービルズ戦で右手人差し指を、 負傷し、第12週は出場したが、その後手術を行うため故障者リスト入りした。12月には、チームのウェイトルームで、DT のショーン・スミスと口論になり、顔面を殴られたことが報道された。2009年、シーズン開幕直前まで、デレック・アンダーソンとの先発 QB 争いを行い、開幕戦から、先発 QB に指名されたが成績は振るわず一時アンダーソンに、 先発の座を奪われた。同年11月16日のボルチモア・レイブンズ戦で、彼は、相手ラインバッカーのテレル・サッグスにタックルしたが膝に、絡みつくような、危険なタックルであると15ヤードの罰体となる、反則をコールされた。試合後、サッグスのチームメイトのレイ・ルイスからは、卑劣なプレーだと非難された。これについて彼は、意図的なものではないと釈明した。 2010年オフシーズンに、ブラウンズが、セネカ・オレス、ジェイク・デロームを獲得したためチーム構想から外れて、ペイトン・ヒリスなどとの交換で、デンバー・ブロンコスにトレードされた。ブロンコスでは、カイル・オートンの控えを務めることとなった。2012年3月17日、カンザス・シティ・チーフスと契約を結んだ。プレシーズンゲーム最終戦で首を負傷している。第6週には、 エース QB、マット・キャセルが、前の週の試合で負傷したため、3年ぶりに、先発出場している。ジョバン・ベルチャーが、チームの練習施設で自殺した翌日に行われた12月2日の、カロライナ・パンサーズ戦では、パス23回中19回成功、201ヤード、に TD パスの活躍を見せて、8連敗していたチームに勝利をもたらした。 パス成功率82.6%、QB レーティング132.1をマークした。彼は、その週の AFC 週間 MVP 攻撃部門に選ばれた。2013年4月9日、シアトル・シーホークスと契約を結んだ。タバリス・ジャクソンとラッセル・ウィルソンの控え QB の座を争ったが敗れ、8月31日の最終ロースターカットで解雇された。 9月2日にニューヨークジェッツと契約し、9月7日に、一旦は解雇されたものの、9月9日に、ジェッツと再契約を結んだ。ドラフト前のレポートでは、チャーリー・ワイズの指導を2年間受けており、NFL スタイルのオフェンスの経験があること、強権であり、マイケル・ビッグや、ビンス・ヤングのような機動性があることが優れた点として、挙げられたがパスのリリースが遅くディフェンスのビッグプレーを、 招く恐れがあると評価されていた。ドラフトで彼が指名された後、ノートルダム大学 OB でもある、ジョーサイズマンは、ラジオのインタビューで、彼の髪型やチューインガムを噛んでいたことを、プロ失格だと発言した。2008年までブラウンズの指揮をとっていたロメオ、クレネルヘッドコーチには2009年のエース QB は、クイーンだと発言していたが2009年新たに、 就任したエリック・マンジーニヘッドコーチは、クイーンとアンダーソンの二人に対する評価は6月に行われたミニキャンプ終了時点では5分となっている。2008年までブラウンズに在籍した WR のケレン・ウィンズロー2世からは、デレック・アンダーソンより高い評価を受けており、クイーンが2009年シーズンのエース QB の座を確約されないのはおかしいと語った。 ノートルダム大学で彼の指導を行っていたチャーリー・ワイスが元ニューイングランドペイトリオッツのヘッドコーチでもあるためデンバーブロンコスのジョシュマクダニエルスヘッドコーチは彼を高く評価しており2009年にも彼がブロンコスに移籍するのではといった噂がなされた彼の姉のローラ・クインは元グリーンベイ・パッカーズのラインバッカーエージェン・ホークと結婚しているクインの在学時 クイーンのノートルダム大学とホークのオハイオ州立大学の試合が行われた際、姉はクイーンとホークのジャージを半分ずつつなぎ合わせた自作のジャージを着て試合を応援した。2013年、体操のオリンピック銀メダリスト、アリシア・サクラモーンと婚約した。ありがとうございます。